ちゃんとこう定期的に自分がものづくりを依頼できるようなブランドにならなきゃいけないなって、そのものづくりに対しては。ヨッケポッケの由来は、ヨッケっていうのはさぬき弁で、たくさん、ポッケが、ポケットという意味でつけました。なぜさぬき弁かというと、私が香川出身で、まあ、そこからその方言を使ったんですけど、やっぱり高校までは、香川でいて、大学からこう香川から出て、まあ、そこからこう年を重ねるについて地元の良さっていうのをすごく気づいて、まあ、地元の香川とやっぱ何かものづくりをしたいっていうのと、まあ、地元でもうちょっとこうなんか盛り上げていろんなことを取り組みたいな今後と思い、香川の方言から取りました。はい。ポケットっていうのは、アニメに出てくるポケット、まあ、言うと、まあ、日本を代表するドラえもん、まあ、ああいうのも夢がすごくあるなっていうのも一つだし、歌とかにも出てくる、昔からこう小さい頃が歌ってたあのビスケットの中にはっていうような、ああいう歌もすごくこうファンタジーというなんかこう楽しいというか、まあ、可愛い感じのイメージがあって、そのポケットっていうのはやっぱその夢、ドラえもんで言うと夢があって、歌で言うとそうちょっと楽しくなるようなイメージで、まあ、実際にこうポケットっていうのはついててすごく便利だし、こう肌身離さずというか、ついてたら便利、ないとあちょっと不便っていうようなイメージで、なんかそういうブランドになっていければいいなと思いましたね。可愛いと思ったり、ワクワクするなとか、夢あるなって、でもなんか あると便利だなっていうようなブランドにしていきたいなっていうようなことでつけていきました。それを、まあ、たくさんの人に感じてもらいたいっていうので、ヨッケポッケという意味です。郷土玩具はそうですね、その、まあ、木彫りの熊にちょっとこうハマりだして、改めてこう昔のものをまあ見直すきっかけになって、そういうものを調べれるというか、まあ、見てたら、あ、日本にこう昔からある郷土玩具とか民芸品って実はこんなにはっきりした色味を使ってるんだな、結構フォルムも可愛いなっていうところから、こうどん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 自分がこう気になりだして、あ、面白い、可愛いっていう風になって、これは何かこうできないかなとはって思って、そうですね、郷土玩具にはまりだしたといいますか、気になり始めて、そこで自分なりのこう世界観を、はい、出しましたね。そういうエピソードとかは、まあ、背景っていうのは調べていくうちに知っていって、まあ、すごく興味を持ちました。面白いなって思う部分もあれば、このものづくりは今後どうなっていくんだろうっていうようなちょっと不安な気持ちにもなったりして、というのもそのこの代で終わってしまったってっていう郷土玩具もあったりで、なんかそれがすごくもう今作り手がいないんだって思うと、どうにかならないのかなとかやっぱ思って、なんか少しでもより多くの人にそういうことを知ってもらえると、もうちょっとあ、ものづくりに携わる仕事をしてみようかなとか、その、まあ、自分の住んでるところ何がこう昔からあるんだろうとかっていうようなことに興味持ってもらえるのかなっていうのも、なんかこう気持ちが出てきましたね。ブランドを立ち上げたきっかけは、もともと自分が服飾雑貨のメーカーで前職いて、物を作るっていうのはすごく好きだったので、何か自分でやりたいなっていうのも一つ、
あとは前職がそのものづくりがその海外生産だったので、日本のそのものづくりに興味があったっていうのもあって、日本のものづくりを何かしたいっていう気持ちでこう立ち上げましたね。まあ、そこからまあいろんなことを考えていった時に、やっぱり地元が好きだしっていうところで、地元の工場とか使って何かできたらなとかっていういろんな経緯があって、はい、立ち上げていきました。まあ、最初に作ったアイテムとしては、ブランドを立ち上げる時に自分の中で幅広い世代の方に興味を持ってもらいたい、まあそのやるからにはもういろんな世代に見てもらって、日本のこういうものあるんだよっていうのをしてもらいたいっていうのがあったので、何作ろうと思った時に最初にこう誰でも手に取れる持ちやすいっていうものなんだろうと思った時に、まあまあもう特色雑貨の経験があって、ガーゼ生地のものから始めたんですけど、まあ、タオルだったりハンカチだったり、まあ、タオルもそのよだれかけにもなって、まあ、手も拭けてっていうようなタオルを作ったり、あとはブランケットですね、世代問わず使えるような、赤ちゃんから年配の方まで使えるようなブランケットを作ったり、まあ、ポーチを作って、そのちょっとこう綿のこうちょっとこう肌にも優しい感じの世代問わず赤ちゃんから上の世代まで使えるっていうようなアイテムを最初に作りました。これは日本のブランドなのってまず聞かれましたっていうのは、やっぱりもう色をたくさん使ってて、どこの国何の柄ってまず聞かれて、でもそれはちょっと狙ってる部分でもあったんですけど、どこの国って結構聞かれることがあったので、あ、ここまであの日本ってカラフルなものに馴染みがないんだなっていうのはありましたね。はい、でもお客様に対してはそのイベントをやってて、まあ、こういうちょっと暗い時期だから、こういう明るいものを見るとすごい元気出たっていう言葉をありがたいことにたくさんいただいて、それがもうやっぱり嬉しかったので、なんかもう本当に変わらないものづくりをしていこうっていうような、その明るくちょっとワクワクするような便利だなっていう、なんかそういうようなコンセプトを忘れないものづくりを続けていこうと思いました。いろんな方とお話をして、アイテムがもともとガーゼとかコットンのちょっと本当に小さいものを作ってたのが、まあ、そこからお客様とお話をしてバッグを作ったりスカーフを作ったりっていうようなアイテムは増えましたかね。はい、コロナすごく不安な気持ちになったんですけど、これまあ、もともと東京は海外から来る観光のお客さんが多かったので、どういうふうにこうこれから経済だったり、まあ、なんか物の流れがどう変わっていくんだろう、どうなるんだろうっていう、すごくもうざっくりとも不安っていうような感じだったんですけど、やっぱ時間がこう経過する上でちょっと冷静になる部分も出てきて、本来の日本なのかなと、これがっていう、もともとのあるべき姿、こういうものづくり、こういう商品があるよっていうのを、まあ発信していけたらなと今思ってますね。というのも、実際このコロナのこういう状況になった時に、やっぱりみんなどこも工場に新しい発注をかけなくて、実際職員さんが仕事がないっていう状況になってるのを、やっぱりその身近な工場さんとの話を聞いて、ちゃんとこう定期的に自分がものづくりを依頼できるようなブランドにならなきゃいけないなって、そのものづくりに対してはじゃないと職人さんもまた減っちゃうしっていうような、なんか課題が見えたのもありますね。3つほどありますかね。まず1つは、まあこのまま、やっぱ身近に手に取れる
手に取ってもらえるようなアイテム作りをずっとまあ続けられること、みんなにこう身につけてもらえるものを続けることが一つで、まあ、二つ目は郷土玩具の、先ほどもちょっとお話ししたように郷土玩具のバリエーションをこう増やして5年後10年後も増やし続けられてたらいいなと思ってます。で、まあ、3つ目はもう地元の香川とやっぱ何かしたいという思いからブランドを始めたっていうのもあるので、香川のやっぱお土産物みたいなのをこうデザインしたりプロデュースしたりっていうのに、まあ関わってきたりとか、まあ、作れてたらいいなと思ってますね。